はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツクやっていきましょうということで、続きですね、こちら。はい、戦術別スカウトの、サイドカウンター中央とやってきました。最後ですね、こちらポゼッションやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでまずはこちらベルナルド・シウバから見ていきたいと思います。ポルトガル、ベルナルド・シウバですね。こちらポルトガル良かったですね。プレーオフなんとか初戦勝ちました。あのポルトガルのプレーオフの初戦めちゃくちゃ強かったですね。もうタレント揃えまくりで、いや、おそらくまああのパスは多分ポルトガルじゃないかなと思いますね。いや、まさかの北マケドニアがね、90分間攻められて守って守って守って最後のロスタイムにマケドニアの1点でイタリアがまさかのワールドカップに出れないということで、決勝戦は3月の30日ですね、ポルトガル対マケドニアということで、いや、何が何でもそれはさすがにポルトガルだろうとは思っていますが、まあ、マケドニアドイツにも勝ってますしね、何があるかわからないということで非常に楽しみですね。はい、ということでベルナルド・シウバですね、見ていきましょう。ジョーカードリブル超で来ております。ドリブルが大アップ、さらに試合途中の出場で能力特大アップですね。インサイドハーフ系統でポゼッションのジョーカーが初登場になる、なりますね。はい、でポゼッションというのは比較的ジョーカーが少ない、戦術でしたので、まあ、非常に貴重なジョーカーが登場したかなというふうに思います。でゴールハンターですね、シュートドリブルダイアップからのキックアンドラッシュドリブルとショートパススキル、まあできればここはね、シュートが良かったなとは思いますが、ショートパススキルの発動率がダイアップですね。まあ、ここ最近ちょっとマークが非常に多いですよね、敵も含めて。でマークスキルが増えてきているということもあって、ショートパスのまあ重要性っていうのも中盤上がってきてはいます。実は、はい、マークスキルに対してドリブルスキルって発動しないんですよね、抜けないんですよね。代わりにショートパスっていうところでマークをかわして、展開作り直していくっていうこともできるので、まあ、そういう意味ではちょっと作り方を、変えていってショートパスもつけていくっていうのもまた面白いのかなというふうには思いますね。はい、続いてスキルがサンバドリブルですね。こちらも強いドリブルついてます。相手ディフェンダー選手全員のスタミナがショーダウンし、自身のスタミナが小回復、自身のドリブルが特大アップと、まあ、残念なのは一定時間というところがないというところですが、まあ、ディフェンスにかけるスタミナのバフは、継続するものですし、まあ、スタミナも回復しますしというところで、まあ、十分強いドリブルかなというふうに思います。ごとつした時は、特に変更点はスタミナの部分は変わらずにドリブルが超特大アップになっているというところです。はい、でランアップシュートも、まあ、ドリブルとシュートが強いベルナルド・シウバには非常に相性がいいかなというふうに思います。はい、能力アップもドリブル AAB ということで非常にドリブルが高いですね。でシュートが AA ですね、非常に強いです。はい、まあ、ドリブルがかなり高いインサイドハーフだなというところですね。シュートも高いです。まあ、インサイドハーフ系統なんでドリブルの発動率っていうところではそんなに高くはないと思いますけども、まあ、これだけの数値とサンバドリブルを基本で持ってれば、まあ、結構前に進めていけるのかなというふうに思います。まあ、何せやっぱりポゼッションってジョーカー少ないんですよね。はい、なので、特にこの中盤のジョーカーっていなかったんじゃないかな、初登場じゃないかなと思います。なのでガチ勢はですね、まあ、ついにこのトップ下のジョーカー来たかなというところですね。はい、何？クリアガイドゴールドグロでした。何？リアルゴーグル。リアル？何？ゴールド。ゴーグド？ゴールド？リアルゴールド？ああ、もうトイレ開けてあげる。どこにあるの？そこの椅子のとこ見てごらん。これ？うん。はい、ということで、まあ、ガチ勢はやっぱ欲しいところですよね、ここはというところです。はい、続いてこちらギュンドアンですね。ギュンドアン、はい、はい、イルカイ・ギュンドアンということでドイツですね、マンチェスターシティの、ボランチの位置で登場ということです。まあ、この選手11847ということで ABB ですし、何よりもプリズマティックトラップ持ってるということで、
もう普通にこの時点で強いですね、プリトラ持ってるので、5突してもプリトラ2つ持ちになるのでもうめちゃくちゃ強いというところ、配っても当然最強のスキル、まあナンバーワンスキルですね、Nプリズマティックトラップを持っていると、もうそれだけで価値がありますね。もう正直このポゼッションはこのイルカイ・ギュンドアンのためだけに、引くガチ勢がいると言ってもおかしくないぐらいギュンドアンは大当たりですね。今回の、戦術別ガチャの中でも、まあ、プリトラ目当てでっていうところで考えてもギュンドアンが一番の大当たりかなというふうに思います。はい。で、反抗パスカットドリブルダイアップ、エレガントタッチ、パス、トラップ、ダイアップ、パスに2つダイアップがかかっていて、トラップマスターというところです。で、まあボランチなんですけど守備が全くできませんね。タックル、パスカット、マークすべて低いです。でその代わりにシュート、ドリブル、パス全部が高くて、トラップが異常な数値になっているというところなので、まあその展開を作っていく、下から組み立てていくっていうところ では非常に優秀なのかなというふうに思います。なので、まあ、2ボランチで1人がしっかりと守備で疑似5バックに入って、もう1人を高めに上げて、それがギュンドアンとかだったらすごくいいのかなというふうに思いますが、例えばマンチェスター染めでいうとガルディオネ監督はワンボランチなので、そのワンボランチをこのギュンドアンにしてしまうと守備力がもう激落ちします。センターバック2名と、まあ、サイドバックのみで、守備をするという形ですけども、まあ、ガルディオネの場合は4バックでやっぱり両サイドバックは攻撃的になってくるので、ワンボランチはどうしてもですね、守備がしっかりとできるダイナモ系統の、まあ、ボランチが欲しいところですよね。なので、まあ、ちょっとギュンドアンは合わないのかなというふうに僕は思ってしまいます。なので、まあ、このギュンドアンも当然作って強いですけど、やはりプリトラを配っていく要因というふうに考えるのが、妥当なのかなというふうに思いますね。まあ、今でもやっぱりこのプリトラ最強ですね。最近でこそやっぱりドリブルでディフェンダー、さっきのサンバドリブルみたいにディフェンダーのスタミナショーダウンっていうドリブルが出てきてますけど、まあ、それでもやっぱりこのトラップの発動の、まあ、頻度と中ダウンっていうところのデカさ、まあ、さらには最近さっきも言ったマークが多くなってきてる中で言うと、同じくパスカットの発動率も昔より上がってるんですよね、途中からっていう中で、やっぱトラップの重要性ってすごく大きくなってきてるので、まあ現状でもやっぱりこのトラップは最強スキルかなというふうに思いますね。はい。続いて最後、新選手フェルナンジーニョですね。マンチェスターシティのセンターバックで登場してますね。過去のフェルナンジーニョはボランチで登場しておりましたが、今回組み立てセンターバックということで、これもまたマンチェスター染めの、まあ空いてたポジションですね。ほとんどの、まあその古くからやってる方はマルケスを使ってる方が多いと思いますね、メキシコの。そこのポジションにちゃんともしたマンチェスターシティで、選手が登場したという形になります。ですが残念ながら ABBC ということで、まあ、ステータスはかなり最近の中では落ちてしまうというところですね。でさらには、パス、パワー、スタミナというところで AABB でもなければ、さらには能力アップにフィジカルと、フィジカル2つにオフェンス1つ加わってるということもあって、まあ、センターバック最近の中では、まあ、もちろん、タックル、パスカット、マーク、全てが、まあ、9大点ではありますが、まあ、やはりちょっと最近の、モリモリのディフェンスの中では低い方なのかなというふうに思いますね。なんでここ最近の、ドリブラーたちを相手にするにはちょっと、厳しい部分も出てくるかもしれないなというふうには思いますね。逆に言うと、まあ決勝トーナメントとかいうレベルになってくると、要はマウントを取る取らないがない状態、マウントなしで戦うってなった時に、素の捨てだけで戦うってなったら、このフェルナンジーニョは、まあ、穴になるんだろうなというふうに僕は思っちゃいますね。もちろん十分強いは強いですけどね、要はそのマウントが取れる最終予選とか、ポゼッションで相手がサイドか、サイド相手にってなってくると、まあ、十分ではないか。サイドだったらクライフとかクライファートとかえぐいですからね、サイドのタレントは。って考えてもやっぱりフェルナンジーニョちょっと役不足なところは否めないかなと思ってしまいます。はい。でまあ特徴も悪くはないですね。
悪くはないですけど、まあ、超回復っていうのも正直大回復したところで速攻でディフェンダーなんて、ダイヤとかプラチナとかゴールドとかだったら、まあ、削られてしまうので、うん、だったら根性 C の方がまだいいかなって僕は思ってしまうかな。はい、でリペアタックルは非常に強いですね。ブラストタックルの上位版ということで、相手フォワード選手全員のスタミナ中ダウン、これ結構大きいですね。ドカンってダウンさせて、自分のディフェンダー全員のスタミナを小回復する、これ非常に優秀ですね。特にマンチェスターシティだと4バックなんで、サイドバックが回復するのは非常に大きいですよね。はい、というところですが、まあ、マルケス使ってる方は、まあ、絶対マルケスなのかなというふうに思ってしまいますね。はい、まあ、最近始められた方とかでこのガルディオネ染めの組み立て困っていた方とかだったら、まあ、作ってもいいのかなとは思いますが、どうでしょうか。ポゼって、まあ、結構新監督が控えてますので、無理して作っていく選手ではないのかなというふうに思います。はい、であとは、復刻の選手になるんですけども、アンスファティですね。これはもう何度も言ってますけど強いです。はい、初めて AABB クラスのジョーカーが出たぐらいの選手だったと思います。非常に強いですね。まあ、バランスがいいです。やっぱりサイドの選手でジョーカー、ゴールハンターでドリブルが得意で、シュートもしっかりとできる、スピードもあるというところで、突破力もありますし、最後決めきってくれるという力もあります。うん、これは非常に優秀ですね。まあ、あとはテクニコっていう系統が今のところほとんどいないですね。ロナウジーニョで、そのロナウジーニョの交代要因としてやっぱりアンスファティというところになってくるかなというふうに思うので、これ非常に大当たりかなというふうに思います。でトリンコンもですね、インサイシブドリブル持ってるんですよ。最強ドリブルの一角ですね。これも非常に大当たりですね。トリンコン自体は、うん、まあどっちでもいいかなっていう、弱くないですからどっちでもいいかなっていうところ。ガチ勢はやっぱりここにはメッシがいるんで、うん、メッシーには勝ってないですけど、でも十分強いトリンコンというところです。はい、で、ジャカはいいとして、アロンソもいいとして、まあ、ピケもいいかガルシアもいいかっていうところで、ネトですね。ネトのこのテクニカルブロックも非常に優秀なブロックスキル。このゲームはなかなかこのブロックスキルが手に入らないんですよね。最近で言ったらもうほとんどこのネト、もうほとんどこのネトからこのテクニカルブロックをみんなもらっていくっていうね、この戦術別ぐらいでしか出てこないので、まあ、ここで確保しておこうという感じになるんですよね。はい、なんでこれも大当たりですね、テクニカルブロック。はい、ということでポゼッションですね、まあ、当たりっていうところで言うと、ベルナード・シューバー、ギュンドアン、アンス・ファティにネトなんで、まあ、約4人なんで、半分以上が闇鍋の中で言うと外れ枠になってしまうということで、結構きついガチャになるのかな、ポゼッションはっていうふうに思います。ただギュンドアンが当たった時はもう他のスキルが当たるとは比じゃないぐらい、チームが強くなることは間違いないかなというふうに思います。まあこのガチャ回す人は一番少ないのかな、一般的に言うと。ただまあダイヤモンドディビジョンとかプラチナとかね、ゴールドとかになってくると、まあだからコンテスト、そうコンペティションでしっかりと結果を残したいってなってくると、やはりギュンドアン狙いになってくるのかなって僕は思いますね。まあもうこの流れは本当にこの3年以上、変わらないですね。やっぱりこのアグトラプリトラっていうのが、まあ本当に結果を変えてくるというところかなというふうに思ってますので、うん、ただまあ唯一言うならば、プリトラここで取らなくても来月出ますよ多分。まあ周年って大体プリトラ入ってるんで、いつも何かしらね。この間で言ったら誰だっけ、イングランドでフォーデンが、ハーフアニバーサリーで持ってたりとか、あとは、3周年の時がユベントスでしたけど、あれユベントスの時って誰か持ってたっけ、あれユベントスの時はプリトラなかったんだ、そうだなかった気がするな。だ結構プリトラってあれか、周年では出てないのかな。結構あれか、 MVP ガチャだったりとか、この戦術別とか、あとハーフの時とかなのかな。あ、そう考えたらもしかしたら来月の周年はいないかもしれないのかな。まあちょっとそこはわからないですけど、
まあでも大体プリトラの発出る頻度って半年に1回とかだったんですよ、昔は。で最近それが3ヶ月に1回ぐらいになってるんで、って考えたら来月出ないかもしれないですね。って考えたらガチ勢はやっぱりここはギュンドは何枚取れるか勝負になってくるのかなっていうふうに思いますね。うん、まあ、もちろんベルナルド・シウバーはその過程で出たら作るかなぐらいですかね。 もちろん強いんですけど、だからアンスファティ作ってないっていう方とかだったら、これはまあギュンドアン出てもギュンドアン狙いながらシューバーとアンスファティがいっぱい出たら嬉しいなガチャかな、あとネとか、うん、っていうことで、まあスキルガチャとして捉えるのがいいのかなというふうに思います。はい、ということでこれで4戦術すべて終わりましたね。まあ戦術別ガチャは本当に地獄を見る人がもう本当に多いので、最初から1回も回さないか、ある程度もう決めてそれ以上やらないってやるしか手はないかなというふうに思ってます。どちらにしても来月周年ですっごいガチャ来ます。いまだにうちもやっぱり1年前の選手でバリバリレギュラーですかね、クリスティアーノ・ロナウドは。クリスティアーノ・ロナウドとブッフォン、もうこの2人はずっと1年間どんなカウンターのガチャが来てもレギュラー不動でしたからね。クリスティアーノ・ロナウド、ブッフォン、特にブッフォンですよね。ぶっ壊れてたのは未だにやっぱりカウンターナンバーワンでブッフォンでいいと思いますし、うん、だからネドベドもねそういう意味でバンディーラでずっと持ってますけど、やっぱ強いですよねこの3人は。はい、みたいなのが来月来ますので、ここは無理しないことをお勧めいたします。ということで、この辺で終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。My life inside a car.